いつもご覧いただきありがとうございます今回も大谷翔平投手の最新情報をご紹介いたします大谷翔平がドジャースで三冠王に米記者が予想上昇軍団のロサンゼルスドジャースと契約したことで大谷翔平選手は2024シーズンに三冠王を狙えるかもしれない米公式サイト mlb.com のブライアン・マーフィー記者が MLB の次の三冠王になる可能性がある選手の一人として大谷を選出しているこれまで大谷はロサンゼルス・エンゼルスの中心選手として活躍し数多くのホームランを放ってきた2023シーズンには44本のホームランでアメリカンリーグ本塁打王に輝き一時は打率と打点でもトップ争いを演じるなど低迷するエンゼルスにおいても印象的な成績を残しているそして 11年連続でポストシーズンに進出している強豪のドジャースに移ったことと指名打者 DH に専念することにより三冠王になる可能性はより一層高まりそうだ。マーフィー記者は MLB の次の三冠王になる可能性がある選手としてアメリカンリーグではフアン・ソトガイアシュアーロン・ジャッジガイアシともにヤンキースヨルダン・アルバレスガイアシュヒューストン・アストロズ。 そしてナナショナルリーグで大谷を選出している大谷については忘れてはならないのが昨季の大谷が8月まで三冠王を狙える位置にいたことだ大谷は2021シーズンに100打点を記録したのが最多だがドジャースに入団すれば2番目に打つことが多くなるとはいえ打点の機会は増えるはず三冠王になる選手は3番目か4番目に打つのが一般的だが。 最近では2番でリーグトップの打点を記録した選手を何人も見てきたと語っている大谷翔平2024年に達成する偉業は米メディアが確信初の日本人選手になるはずだエンゼルスで数多くの記録を樹立してきた大谷だが今シーズンからプレーするドジャースでも歴史的な偉業を成し遂げることになりそうだ大谷が更新する可能性がある記録を米メディア スイングコンプリートが報じた大谷は2023シーズンに投手として10勝打者としてア・リーグ本塁打王に輝く44本のホームランを放ち史上初となる2度目の満場一致でア・リーグ MVP を受賞その一方で右肘じん帯を損傷し登板することが不可能となっているそのため今シーズンは指名打者に専念する見通しだ同メディアは大谷が今シーズン 松井秀喜氏の日本人メジャー通算本塁打記録の175本を更新すると予想現時点で大谷は通算171本をマークしておりホームランを残り4本放てば記録に並ぶことになるメジャー7年間で達成する見込みがあるだけでなく同メディアは実際大谷は来シーズンの MLB で通算200本塁打を達成する初の日本人選手となるはずだと大台突破にも期待を寄せている大谷翔平 アクーニャジュニアと人類初50本塁打50投塁の異次元対決へユニコーンが新たな歴史を作るのか大谷による人類未到達の偉業達成へ期待が高まっている昨季は44本塁打で日本選手初の本塁打王に輝き史上初の2度目の満票 MVP を受賞今季は右ひじを手術した影響で投手としては出場せず代名詞の二刀流は封印する見通しだただ この野手千年と2年目を迎える走者有利ルールそして昨季ナ・リーグ MVP のブレーブスアクーニャジュニアの存在が大谷をさらなる異次元へ押し上げるとの見方も広がっている昨季まで在籍したエンゼルスを離れ戦いの場をア・リーグからナ・リーグに移す大谷ドジャースでの1年目は野手での出場がメインとなるがこれによって米球界関係者は大谷の投打の実力だけでなく脚力にも着目している。 大谷はもともと走れるしスピードもあるプレーヤーだ2024年は先発投手で出る試合がなくなる分走塁面はよりアグレッシブなものになることは間違いないと指摘した上でこう断言するまだ大谷が達成していない4 0 4 0 4 0本塁打40盗塁を先に達成しているアクーニャは打者大谷にとっても数少ない刺激的な存在ともに4 0 4 0を達成しても全く不思議ではないし 2人とも全盛期を迎えているだけに MLB でもまだ誰も到達していない5 0 5 0 5 0本塁打50盗塁を期待できるアクーニャは大谷より3歳年下の26歳で総攻守で抜群の身体能力を発揮している昨季は打率3割3分7厘106打点に加え41本塁打73盗塁をマーク通称4 0 4 0を達成したのは史上5人目で ラリー MVP を堂々の満票で受賞した大谷の自己最多は21年に記録した26投類だが今季は野手にウエイトを置くことでより量産が見込めるこれまで先発投手として出場した際は走塁時の激しいスライディングやクロスプレーなどにはある程度のブレーキをかけてきたしかし今季はそうした制約は取り払われるまた昨季から MLB はピッチクロック導入 投手がが球を投げられれる回数が制限された。3度目に走者をアウトにしなければ暴ーその上ベースそのものが15インチ38.1センチから18インチ45.7センチに拡大され累関が4.5インチ11センチ狭まったエンゼルス時代はそのアドバンテージを生かせなかったがドジャースは後続打線が強力だけに期待できそうだアクーニャより以前に 4040 40を達成したのは2006年のソリアーノ・ラショナルズまで遡る打力と走力のどちらも求められるだけにめったに現れない記録となっており日本のプロ野球ではまだ誰もなしえていない MLB でも達成者を4040 40クラブと呼ぶ習わしがあるほどだ桁外れの能力を誇る昨季の MVP2 人が今季から同一リーグとなりお互いを刺激し合いながらタイトルを争うことになれば大谷翔平 山本義信をダブル獲得のドジャース、MLB 通算二百二十五セーブの元守護神が不公平な戦力とかなんとでも言えばいい。大リーグ、元アストロズ、通算二百二十五セーブの元守護神ブラッドリッチ氏は十三日、日本時間十四日、米ネットラジオのシリウス XM に番組出演。 ドジャースがコンオフの FA 史上でトップだった大谷翔平選手と山本由伸投手を一挙ダブル獲得したことについて、米国の他球団のファンから不満の声が上がっていても気にする必要はないと説いた。不公平な戦力とか何とでも言えばいい。だが、ドジャースはコンスタントに勝ち続けてきたからこそ、大谷翔平をして、あのチームに行きたいと言わしめたのだ。それが実現し、あの契約の構成が明らかになった後は、 他のみんなが後に続いた彼らが帝国を築いたことに拍手を直近10年間も勝ち続ける方法を見せつけてきたことに拍手をドジャースは大谷をスポーツ史上最高額の10年総額7億ドル約1 5億円でさらに山本を投手史上最高額の12年総額3億2500万ドル約471億3000万円で共に獲得大谷の契約に関しては チームの補強費を捻出する目的で自身の年俸総額のうち97%を後払いにするという前例のない契約構造が物議を醸したリッチ氏のコメントを受け地元メディアのドジャースネーションはドジャースはコンオフの補強により他球団のファンから妬まれる存在になった戦力の一極集中を不公平で野球精神の冒涜だと見る向きもあるがリッチの見方は違う 彼はチーム構築に向けたドジャースの攻撃的なアプローチを理解しているし他球団も同じくらいの資金があれば同様の補強をためらわないことも認識していると同調したヤンキースファンソトが締結した史上最高額に寄せられた大谷翔平がそもそも安すぎたエンゼルスキ記者は大谷を安くプレーさせたと皮肉コンオフヤンキースへと大型トレードで移籍したファンソト。 ライオフにフリーエージェントとなる25歳は現地時間1月11日に来季年俸3100万ドル約45億円で合意した年俸調停権を持つ選手としては大谷翔平現ドジャースがサクオフにエンゼルスと締結した3000万ドル約43億5000万円を抜き史上最高額となった実績を考えれば必然的な契約ではある外は通算160本塁打に加え 通算 OPS も946さらにシルバースラッガー賞4回と堂々たる成績を残し9回屈指といえる左のスラッガーだパドレスに在籍した昨季は162試合に出場して打率2割7分5厘キャリア杯の35本塁だ109打点をマークしてもいたコンオフに2対5のトレードでニューヨークの名門に加入した25歳の外は現時点で最高評価というべき契約を締結したといえる 地元のニュースサイト NJ.com は外がピンストライプのユニフォームを着て活躍できるかはヤンキースの長期的な成功の成否を分けるとした上で今回の契約は驚くべき破格の契約だと一定以上の評価を下したもっともこのニュースで外以上にクローズアップされたのは大谷だった日米両メディアの見出しには大谷の記録が破られる大谷が抜かれたという文言が並んだただ 外にによるるる大谷を皮肉的に捉える記者もい米メ,メディアジアスレチックでエンゼルス版を務めるサム・ブラム記者は外の契約に関するニュースを自身の X 旧ツイッターで取り上げ次のように見解を示したこのニュースは昨シーズンにエンゼルスが大谷をバーゲン価格でプレーさせた今回の件でそれが強く証明されたこの投稿にはエンゼルスファンからも反響が寄せられ球界のほとんどの人が 彼ははももっととらえたたずだと感じていた大谷が昨年に年俸調停を回避しなければ少なくとも4,000万ドルの年俸を簡単に手にしただろうとブラム記者の考えに賛同する意見が相次いだ大谷翔平を失いい埋め合わせする方法はないエンゼルスのオフは最悪エンゼルスは今オフ大谷翔平投手がドジャースに移籍するなど大きな戦力を失った米スポーツ専門メディア ブリーーチャーレポートのザッカリー・ライマー氏によるコンオフにおけるチーム改善度が最も低い19段でも不名誉な1位となってしまったエンゼルスは大谷だけでなくマックス・スタッシー捕手デビッド・フレッチャー内野手を失った代わりにルイス・ガルシア投手アダム・シンバー投手ザック・プリーサック投手らを獲得したものの大谷のような選手を失うことに対して埋め合わせをする有効な方法はないという。 また、昨季44本塁打の大谷だけに、昨季エンゼルスが記録した本塁打のうちの19%が突然消えるということだと、ことの大きさを伝えた。最後までご覧いただきありがとうございます。もしよろしければチャンネル登録、高評価をよろしくお願いいたします。